なんか照れくさいですね、こんなところで。デザインしやすいツールが多かったところですね。なるほど、日本における元年は2009年と言われてますけど、中庭があって、この下にさらにプールと水槽があるんです。若い子たちがこの仕事を楽しそうだと僕たちのホームページを見て、そういうやつがどんどん来るんですよ。